神が何か見つけたらしいぞ。なあ、この俺様の宝物には叶わんだろうかね。ねえねえ、僕はねらいの星を探してるんだ。君も手伝ってくれない？とても綺麗な花だ。ありがとう。見つかってよかった。おーい、港で海賊船が見つかったよ。Goods Borondoyo, kaka laro na? Kailang balik ka dun sa may ano Treasure Adventure naka pito yata. みんな、牧場の近くにやってきたよ。見てみて、子豚もいるよ。見てみて、子豚もいるよ。あ、聞いてみ。見つけたら、今日一日ハッピーになれるんだって。ねえ、ハート教に。みんなわかるだろ、ジェームス。みんなはトンネルの中に入るよ。あれ？なんだろう。もしかしたら恐竜の化石かもしれないね。ケビンがいるよ。エドヤク整備工場で見て帰るといい。つけて渡ってね。バイバーイ。もうすぐ右側にトーマスレストランが見えてくるよ。じゃあ今日レストランでおいし教えてくれてありがとう。じゃあさ、レストランの中にいるお友達に元気いっぱい手を振るよ。バイバーイ。バイバーイ。あれ？ハロルドがいるよ。何かあったみたいだ。行ってみよう。プロペラの音が聞こえてきたね。屋根の上にハロルドがいるよ。歌声が聞けるんだね。うん、楽しみだね。そういえば、今日はみんなと一緒。うん、楽しかったね。運転手さんの合図で客車を降りるまでは気をつけるんだよ。ここは
ディーゼル10だね。みんなディーゼル10の。あれ、向こう側に小さな駅も見えてきたよ。ジェームス、駅の名前は？みんな、ドラニオー駅が見えてきたよ。あ、パーティーがいるね。おーい、パーティー。今日パーティー。今からエルスプリンジ駅に行かなくちゃ。そうだった。でも、君が負けないの。みんな、トーマスには秘密だよ。おーい、ヘンリー。そんなところで何やってるのさ。ヘンリーか。嫌いだけど、閉じ込められるのはもっと嫌だね。そうだね、閉じ込められるのはもっとごめんだね。じゃあヘンリーは早くハット卿にごめんなさいして、そこから出てきてね。みんなはトンネルの中に入るよ。あれ、トンネル、わかるかい？みんな、これ何かわかる？Wow! 熱い！熱い！熱い！